Hi everyone, Jay です。みさきです。はい。これはUnseen Japan のビデオキャストですね。I've always been videos with Misaki, who has her YouTube channel, helping other Japanese people help learn English and sharing her experiences about living in America. And so this time, we thought we'd bring Misaki-san on and we'd talk a little bit about some of the news we've covered in Unseen Japan. 日本語と英語で両方で喋って、あとは英語の字幕をつけますので、日本人の方々と、アメリカ人の方々も、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずですね、山口真帆さんの事件について話したいと思いますが、まずはですね、大事なことは、美咲さんは、山口真帆さんの名前を書けない、ということです。どういうことですか？何？高橋って言ってたから。最初に、ちょっと、イリイリでしたけど、最初に、高島真帆。その後、英語で、たまがち真帆。たまがちっていうのは、ちょっとおもちゃでしょ？You remember Tamagotchi, the little eggs you had she to keep alive. She was saying with you when we were texting each other. たちが悪いな。去年12月の山口さんが自宅に帰った時、男性2人に襲われました。自宅に侵入して口を塞いだけど、山口さんがなんとなく脱走して110番に電話をかけました。よかったですね。ね、でもまだのトラウマをかけてしまいましたですね。当たり前じゃないですか。あとは2人が違法侵入や強姦未遂の疑いで逮捕されました。しかし、男性が憧れるアイドルとの話したかっただけ、主張したから不起訴になって釈放されました。まずいですね、そんなこと。警察に他のメンバーが関わってあなたの自宅の帰宅時間を犯人に伝えたと言われたから、事務所の人たちにアピールして適当に処分すると約束されたのに2ヶ月後、何もされませんでした。山口さんは、怒りと苦しみと、悲しみに思われて、1月8日、ライブ配信サイトショールームで泣きながらファンたちに直接に全部打ち明けました。アートでもツイッターで事情をつぶやいて、なんでこういうふうに打ち明ける理由については、私が言わないと何も変わらないから。他の私の同じ思いしてほしくないから、ということで説明しました。でも、最も驚きのことは山口さんの、告白に対して、NGT48 の、運営会社 AKS の反応です。1月10日、NGT48 の劇場で山口さんが、登場して、ご迷惑をかけて申し訳ございませんと、謝罪させてしまったということです。ひどいですね。でもあっという間にネット上で大炎上が起こりましたね。なんで被害者が謝らなきゃならないの？その通り。という反応が出てきて。そうですね。その後炎上を消そうとするために AKS はその直後劇場支配人の今村悦郎さんが更迭となって、第三者委員会で調査するなどと謝罪会見で繰り返しました、なるほど、そういうことですね。どう思いますか、この事件について。いやー、なんかもうアメリカだとちょっとやっぱりありえない話だなと思うんですよ。なんかやっぱり被害者が謝るっていうところが、私はすごくやっぱりこの whole thing is just crazy and devastating、right. but the part that upsets me the most is that she had to apologize for、right. anything that she didn't do. Like she didn't do anything wrong, right? 何も間違ったことをしてないのに、
なぜか謝らされた、うんうん、そのなんかもう上からの圧だったりとか、ね、そのアイドルとしてのなんやかんやとか、うん、I don't care but、ね、なんかそこがやっぱりすごく、うんうん、そうですね、うん、なんでその AKS の会社は、うん、いやまずその2人があの未遂になって釈放されてしまった、うん、でそうですね、で、なんか AKS のその事務所そのオフィスは、うん、なぜその時にその女の子をかばわず、うん、なんかこうこのバッシングっていう方に向かっていってしまうのかっていうのは、うん、そこが私はすごく理解できないっていうんですかね。ね、ねだって、いや何の利益があってオフィス、うん、そのね事務所はその女の子をバッシングしなければならないのだろうって思うんですよ。だって悪いのは明らかにもその2人じゃないですか。うん、そう、ね、あのそうですね、あの、うん、NTT4Dというブランドがノイと気が、されてしまった、傷なくな、ならないように、うん、この事件の、うん、あのまあ全部を避けたかったようですね。うん、so I think影でも日本国内でも、あの、同じ波紋のが、出てきて、うん、驚かせた人があの、世界中だ。でもなんかそれだけでもちょっとなんか日本はまだまだこう捨てたもんじゃないかなってちょっとなんか安心する部分がありますよね。だってアイドル文化って日本でもう当たり前のようにある文化だし、で本当にもう私はもうアイドルを見ながら育ってきたので、うん、だけどそれでもやっぱりあの、ね、その大衆の、ね、大半の人たちは、うん、この子が山口真帆さんがこう謝らせられさせさせられさせっていうのが間違ってるっていうふうにみんな言ってるわけじゃないですか。だからそれでもまだ、あ、なんかこうホッとします。なんかはあ、よかった、まだ日本の人たちはそこはまだね、ここ全部悪いわけじゃないって感じ、全部悪いわけじゃないんだなって。そうです ね、 ね、なんか海外の人から見たらもうこんなこと絶対にありえないし、うん、どういう文化になってんだっていう感じだと思うんですけど、まあ慣れてる私たちからしてもこれは間違ってるって思えるので、まだ。But I mean, in general, and this is something that we're tracking on NC Japan, is that there's been a lot of attention paid to women's rights and the status of women in Japan recently. There's not only this. There is, you know, things like the Tokyo Medical University scandal, and not just Tokyo Medical University, numerous colleges were docking women's scores so that they wouldn't get in. That kind of thing, you know, other instances have got kind of received a lot of attention, particularly online. So I think it's like the Me Too movement in the United States. Something occurs, and who knows how we would have like reacted to this 10 years ago, but it's not, it's 2019. やっぱりなんかこう、日本で女の子ってやっぱり若くなきゃいけない。ああね、やっぱりね、もっとなんか可愛くなきゃいけないっていう、アイドルだったらさらにそうですよね。だからあの、ね、年を取ってきたって言っても25歳とか26歳とか、ね、その子たちがどんどんもう卒業させられて、ね、新しいその17歳とか18歳とか、はい、もう今なんかもう小学生とか中学生とかが入ってきてるじゃないですか、ですね、アイドル界に。だから、まあ、そういうのを見てもやっぱり日本ってすごく年齢を気にする文化。そうですね、だから女の子はなんか消耗品ね、さっきも言ったけど消耗品みたいに扱われてるっていうのは私も感じますね。うん、そうですね、うん、まあ、まあそれに加えての正式的なアイドルだけじゃなくて、あの、まあ、最近あのチェカアイドルというサブカルチャーが現れてきましたね。だから美咲さんの言う通り、うん、あの、高校生、の年だけじゃなくての、中学生、の年からもあのアイドル、を活躍している、子もあの、たくさんいますよね。たくさんいますね。ね、でも、うん、まあ、本当にあのそのことはあの、日本人の女性にとってのその、まあ
社会期待がありますので、ちょっとストレスがかかるでしょ。そうですよね。だからもう私たちやっぱりアメリカに来てから日本人の人たちと話をすると、やっぱりもうなんかアメリカではなんかね、30代になっても40代になってもデートできる男の人が見つかるけれども、日本に行くともう仕事も見つからないし、ね、マヒヌというか、そう男の人スケーキ、そうその通り、もうクリスマスケーキなんですよ。だからもう賞味期限が切れた女性、すっごい言い方悪いけど、いやでも、しなさいよ。いやでも多分共感してもらえると思います。だから、日本に帰って、ね、就職できない、結婚相手も見つからない、ね、っていうね。しかもなんかやっぱり、まあ、キャリアを持てたとしても、やっぱりこう子供ができたりとかすると、会社を辞める女性が結構いるのもまだね、事実じゃないですか。ね、それが現実なんですよね、まだね。だから今変わってきてはいるけれども、やっぱりまだまだ女性がやっぱり子育てに専念するっていうのが、日本ではやっぱまかり通ってることだし。じゃあ、残念ですが、もうすぐ時間の分なんですけど、まあ最初、最後なんですけど、その文化が変わると思いますか？いつか。変わるかどうかですか。でも、まあでも今と、確かに30年、40年前を比べたら、変わってきてるとは思うんですよ。少しずつ、少しずつ。どん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 、やっぱり女性が、活躍できしやすい社会にはなってきてるとは思うんだけれども、それがどのくらいのスピードでここからまだまだね、進化していけるのか変わっていけるのかは分からないですけどね。まあそういうことは世界中の皆さんも祈ると思いますね。はい、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。Thank you so much for watching, and we'll see you next time. Bye-bye. Bye.